防災減災豆知識、知って役立つ言葉集、注意報と警報、気象情報を表す言葉として天気予報などでよく聞く注意報や警報、この言葉の違いを皆さんは知っていますか？今回は知って役立つ気象情報に関する用語についての豆知識です。気象庁が発表する予報の一つ、注意報は、災害が起こる恐れがある場合に注意を呼びかける予報です。その内容は大雨や洪水などをはじめご覧の16種類、そしてさらに重大な災害が起こる恐れがある場合に出されるものが警報です。ご覧の7種類がそれにあたります。このような注意報や警報は気象庁から行政機関や自治体へ伝達され、防災活動などに利用されるほか、区市町村や報道機関を通じて皆さんへ伝えられます。気象情報に関する用語を正しく理解して防災減災につなげていきましょう。予報用語、正しく理解して的確な行動を。